アーエロペーと、テュエステスアーエロペーは、ギリシア神話の女性である。長部員を省略してアエロペとも表記する。主に、の2名が知られている。以下に説明する。このアーエロペーは、クレータ島の王カトレウスの娘で、クリュメネー、アペーモシュネー、アルタエメネースと兄弟。プレーステネースあるいは、アトレウスとの間に、アガメムノ王、ン、メネラオス、アナクシビアーを、 キュエステースとの間に、タンタロス、プレイステネースを生んだ。父カトレウスは、自分の子供の誰かに殺されると神託で予言された。それを知ったアルタイメネースとアペーモシュネーは、クレータ島を去り、さらにカトレウスは、アーエロペーと、クルメネーを異国に売り飛ばしてもらおうとナウプリアの王、ナウプリオスに引き渡した。一説に、アーエロペーが、 奴隷と通じたため、海で溺死させるためにナウプリオスに引き渡したとも言われる。しかしナウプリオスは、アーエロペーをプレイステネースに与え、アガメムノーンとメネラオス、さらに娘、アナクシビアーを産んだが、プレイステネースは若くして、世を去ったため、後にアトレウスの妻となったという。しかし、悲劇作品では、アトレウスとの間にアガメムノーンとメネラオスを産んだと、 言われている。その後、アーエロペーは、アトレウスの兄弟、トゥエステースと貫通し、アトレウスが大切に保管している、金羊毛の小羊の毛皮を盗んでトゥエステースに与えた。トゥエステースはこの毛皮を用いて、アトレウスを陥れ、無形内の王権を得ようとしたが、ゼウスは、ヘルメースを使わして阻止した。妻の貫通を知ったアトレウスは後に、 トゥエステースに復讐するため、アーエロペーとトゥエステースの子タンタロスとプレーステネースを殺してその食卓に出した。ただし、プレーステネースはアトレウスのことも言う。このアーエロペーはアルカディア地方の都市テゲアーの王、アレオスの子ケーペウスの娘で、アレースに愛されてアーエロポスを産んだ。アーエロペーはアレースに愛されて子を見ごもったが、出産の際に死んだ。しかし、 赤子が死んだ母にしがみつくのでアレースは、アーエロペーのチブサから母乳を溢れ出させ、赤子はそれを飲んだ。そこで、人々はコアーエロポスと名付け、アレースを、アプネオスと呼んでクレーシオンさんに生育を設けたと、いう。ありがとうございます。